はい、こんにちは、ピカーです。今日もね、このドラの中をトラックで走るゲームやっていきたいと思います。はい、今日のミッションはね、トレーラーを見つけて、それをね、キャンプまで運びなさいっていうのをね、やります。はい、やっていくぞ。はい、エンジンをかけていきたいと思います。すげえなこれ。はい、ヘッドライトどれ。おお、めっちゃ明るいじゃん。ヘッドライトつけて、パーキングブレーキ解除で、デフロックして、このね、闇の中でトレーラーを探さなきゃいけないっていうね。どうすりゃいいんだおい。何も見えねえぞ前がよ。あ、なんか適当にまっすぐ進めやす。何にもねえぞ地図。まあ道沿いに走ってればいいだろう。すげえなこれ。ワンウェイ。ちょちょちょ待って、なんかね、地図見たらウォッチポイントっていうのがあったんで、ここへ行くわね。まず第一ウォッチポイントに行きますね。あっちか、あっちに行くか。どうやって行けばいいの。道あるか。そこ道あるな。道あるかないかすら分かんねえじゃんこれ。バックに入ってた。もうこれにまっすぐ突き進むわ。こっちだ。いけてる。いけるいける。やべえかっけえ。やばいかっこいいんだけどこれ。なにこれ。いや、すげえなロシアって。これもロシア製でしょ。お、なんかあるぞ。来たぞ、ウォッチポイント。ナビゲーションマップレシーブ。はい、ウォッチポイントに来たらなんか地図が出て、ガレージトレーラーっていうね、いうのがあるんだよね、ここにね。なんでちょっとそっちの方にね、向かってみたいと思います。こっちじゃなくていいのかな。よし、とりあえず行くか。おお、ある程度ね、ある程度回さないとエンジンがね、ストールしちゃうんだよ。このトラックすっげえなおい。うわわわわわわ、大丈夫？大丈夫なんだ。すげえ。こんなとこハマったら大変だよな。大丈夫か。いけそう。ちょっとこれを避けよう。左側から後ろから行けばいい。よいしょ、急げ。なんかあるぞ。なんかあそこにあるぞ。ここにバックではめると大丈夫か。大丈夫か。あ、これをね、あ、空回りしすぎてんだ。ゆっくり行けばいいんだ。
これでバック消えちゃったけど、おお、ストロー強い。これでそっちに流れるな。ぴったりはめたつもりなら、もういいだろ。 OK、 アドバンスモードで、はい、これ繋がなきゃいけないんだね。アドバンスモードにしてこれを繋ぐ。アタッチ、これ、おお、繋がった。はい、これでね、繋がったんで、どっかマークしたところに行けって言われた。ここに行けってね。よし、ここに行きます。どっち、あっちか。ぐるっと回ってかなきゃダメだな。よし、ちょっと重くなるからだ。行くぞ。バックしてるリバースじゃない。行け。どうなった。前傾が見れないぐらいな。おお、よく開けてきた。うおー、すごいな。そっち行くか。もう行くしかねえか。曲がれる。おお、眩しいぞ、おい。逆にちょっと待って、ヘッドライト消そう。五光の中に進んでんな、おい。かっこいい。全く見えねえぞ。ちょっと待って、やべやべ。なんとかウォーターレベルがやばい。あれ以上行くとダメってことね。すいません、これ大丈夫ですか。ここ行って大丈夫ですか。俺ここ行って大丈夫ですか。ダメっすね。ちょっと待ってよ。これはこう回るしかないね。こう回るしかない。一旦こっちだ。一旦ここだな。こう回っていくしかない。よし、これでいいや。バック。おお、おお、外れそう。しまった。こっちだな。おお、おお、やばい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 。はまるはまるはまる。ミイラ取りがミイラになっちゃう。ちょっとゆっくり進んだ方が案外いいんだな。そっちだったのか。よし、来た。なんだ、近かったじゃん。暗いと分かんなかったわ。よいしょ。これドライバー視点でできないな、これな。よし、ナイトサファリ完了しました。はい、いかがだったでしょうかね。こう面白いでしょ、案外ね。結構大変。はい、またね、これをやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。はい、あと高評価もね、よろしくお願いします。